廃イ前のおっさん格メーカー、サッカーズでーす <laughs> ハっということで、で今回はですね、はい、まあ、あちこちでも話題になってるんでね、あの、うん、もう知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、10歳の不登校 YouTuber のユタボンんがすごい炎上してるっていうことで、うんうん、まあ、軽くね、流れを言いますと、 えー、沖縄の新聞で取り上げられて、まあうん、同世代の子供たちとかに、ね、学校行くな、ね、みたいな動画を出してるんでね。あひどいねで行かなくなった理由が、まあ、宿題をしたくないとか周りの子がロボットに見えるんで行かなくなったとか、うんまあ、言ってて、うんまあ、それに対して、うん、いやお前が親の言いなりだろみたいな批判がいっぱい来てると。うん ね柴田とかスーツとかさあとなんだっけハゲなんとかハゲ捨<あ>てハゲ捨てハゲとかねあの辺の<と>だから意見な、うん、モノモース系のユーチューバーがまあこぞってこれにまあ食いついたわけですよ するでしょうね、あの人たちだなね。うん、っていう感じなんだけどあれ、ユタボンってまだ10歳ぐらいでしょ ?10 歳、10歳。話だよね。だから、ユタボンのことは、ああいうこと言いたくないね。別にユタボンは、なんか、ま、あの、若い年齢だからさ、別にユタボン、ああ、アホかとは思うけど、そのユタボンの親だよね。まあ、ここに言及しないわけにいかないんだよね、このテーマって。結局そこなんだよ。俺は、あの、ユタボンの両親特に親父さんあれ、チンピラだよね、完璧。まあ、見た目もチンピラだし、まあ、 俺、一瞬、白竜かと思ったわ、<laughs> めっちゃ緑やろ、あれ、色付きのグラサンみたいなのは、べっ、うんうん、色みたいなね、そうそうそう、だろう、<laughs> うん、だから俺ね、もう、ああいう人を、あの人はもともとさ、もう学校とかで不良だったんでしょ、もともとは、大阪の不良で、うん、結局、今は肩書きは心理カウンセラーってなってるけど、それも資格がない、うん、まあ自称心理カウンセラーっていうことだから。 <で>うん、過去を遡るとぼると、まあ、光と一緒であの、うん、なんだ、情報商材を扱ったりしてたのよその動画とかも残ってたりするから、うん、まあ結局。うん まあやっぱりどう考えてもお金儲けに子供を出しに使ってるようにしか見えないんだよね。まあそれしかないでしょう。うん、だからまあ、うん、それをが分かってる人は、まあこれはスーツなんかも言ってたけど、このヘなんだ、ヘヘタポンでいいそんなっちゃったけど。ヘタポンあん<ー>まあユタポンね。タン <laughs> ユタポン。はもう可哀想に見えちゃうよね、ここまで来と。そうなんだ。俺ね、ユタポンがさ、もう被害者な気がしてしょうがないんだよね、俺が、うん。そういうことなんだよね。うん。<laughs> で、これでさ。<laughs> ごめん、ちょっで、ごめん。 朝川くんごめんね。うん、これちょっとぶっこんでいいのかな、うん、俺さっきで朝川くんがユタボンの弁護をする側になって、俺がユタボンはそれあかんだろっていう立場になって録音しよっかっていう、うん、さっき一回やったんだけど。それがあまりにもうまくいかなかったんでで。あまりにもうまくいかなかったからで、取り直しにもかかっとんだけど、うん、お前って、 って、ものすごい心が、乾燥しとんの、お前の心はあれじゃないよ。ゆたぼんが見たロボットって俺のことじゃねえのお前じゃないのお前らは <laughs> 全く心がないっていう。高田淳二並みの俺心がないからね。<laughs> 高田淳二もこの間事故で、<laughs> タイムリーなね、事件があったけど。タイムリーなんだけど、事故をとったけど。まあまあ、それはいいとして。ねでね、いいいいこれちょっと面白い、うん、その、その後の話があって、なんか他の YouTuber がその、沖縄の新聞社になんか電話したらしいのよ。 歌やダンスをやらせて再生回数が伸びなかったから不登校キャラで売り出したんじゃないかっていうことがまあなんとなく結局親の判断だよねそれそうでもともとこれは歌やダンスの部分も歌本、うん、の,のお姉ちゃんがやる予定だったんだよああもう本当家族ぐるみである意味お写だでね その姉ちゃんがやっぱりそのもう時間に芽生えちゃったんだろうね。もうこれまあ女性の方がね、早そういう精神年齢も高いからね。で、その沖縄に行かずに大阪に残ったっていうことをそのブログで書いてあって、で、そのお父さんはその長女がついてこなかったことに関して、あんな奴はもうほっとくみたいな、それもおかしいだろうって話なんだけど。ああのもう家族に亀裂入ってるじゃん、その辺でもう。むちゃくちゃやん、もう。いや、もうだから金づるとしか見てないんで、子供としてじゃなくて。で、うん、そ,、ね、そういうことが、うん 後々にばれてきちゃったから、うん、これはやっぱ児童、うんまあ、虐待に当たるんじゃねえかって思ってる人も多いんだよねこれに関しては。そそそうだ、ね、それはそうだだねよで<や>これはまあ、うん、本当にその児童虐待っていう側面で見ると本当にこのままほっといちゃいけないんだけれど、うん、いやこれをさ問題をややこしくしてるのはさその模茂イ健ロ郎とか、うん、俺の大嫌いな模茂イ健ロ郎とか。 嫌いだね、俺も。で、ダルビッシュユうとか、ちょっと違う角度で堀江門が擁護してたりしてきてるんで。で、それね、俺見た見た。キングコングの西野は、はいはい、これまた関わってんだよね。うん、あのね、別に、接点ないんだけど、うん、なんか、お父さんが信者なんだよ。そうなんだよね。<ー>これで、俺関係ねえからって言って、グのラジオで、<ー>なんか文句たれとったけど、あのー、それ本当分かった。 って、<で>うん、どうでもいいんだよ、正直。そういうことあの、うん、もう人それぞれ家族ってさ、まあまあ,まあこれはね、それ極端だよ、今回ね。うん、子供ユーチューバーにさせるかどうかっていうのさ、うん、まあそれって何マスコミとかさ、その、まあ両親がさ、拡散したかどうか知らんけどさ、そういう情報をね。うん、うちらからしてみや、そんなものは相手の 家庭のさ、事情じゃん。そういうことなんだよね。うん。うん、どうでもいいんだけども。その、模擬健一郎とか、その、応援してくるやつも結局一ちょかみして、<laughs> うん。かかって、その、まあ、要は儲かりたいとか、かそういうことなわけじゃん。それにしてももぎ健一郎って何あいつ本当クソ中のクソやな、あいつって。だから、まあ、俺から見たらさ、その、うん、言ってる内容が違うだけで、柴田ももぎ健一郎も同じなんだよ。で、柴田の場合は、<ー>ハイエナっていう自覚があるから、すがすがしいのよ。 間違いない。でも、もぎけ一郎みたいな、その、無自覚な、その、いやらしいんだよ。ただ、単純に、空気が読めないんだよ。<ー>だってさ、東大に入ってるやつがなんで学力関係ねえよ、みたいな主張してるのも、おかしな話じゃん。お前東大行ってんのにいい。あのね、社会人デビューなのぜ。小学校、中学校、高校、大学と、まあ、インテリでばーって行ったかもしれんけど、社会に入って、いろんなものを見て、そこでデビューしたのがもぎけ一郎なのよな,な、あいつ。だから、今、逆張りみたいなことしかしないんだよ。うん 遅れてきた中二病みたいなやつなんだよ茂木健一郎が味方につくようなろくでもないっていうのは,うはもうみんなそういうことが分かっちゃってるからこれはユータポンからしたらマイナスでしかないよ<ー>はっきり言ってここまでの流れはまあ当然大多数の意見だと思うんで、うん、今回面白かったのは、うん、ユータポンはある意味そのパンドラの箱開けちゃったわけじゃんああげたね義務教育は強制的に行かなきゃいけないと思ってたはずがこうやってニュースとかで割と好意的に取り上げられたりさするとあれ ひょっとしてじゃあ俺子供の頃行かなくてよかったのかなって思い出すやつが出てくるわけじゃん。そ,ねうん、<laughs> それは、そはものすごそう。それは例えばユタポンがどんなくだらない理由で学校行かなくなったとしても、それはその、あ、強制力ないんだっていうことを知らし,しめちゃう結果になったわけじゃん。ああ、そうだね。そういうことだと思うよ、俺は。だから、うん、今回それを、あの、みんなに考えさせる、 そう,そうそうそう。そう事件っていうかさ、そううニュースだったと思うよ、今回。これはだからさ、その、うん、教育委員会とかさ、その学校としてはさ、<う>無理やりでも言タた本を学校に復活させねえと示しつかなくなっちゃうでしょ、このまんまだと。まあそうなるわな。うん、今の道理で行けばそうなんだけど、うん、だけど、まあこれから教育委員会とかね、うん、まあ、いろんな組織あるよね、2教祖とかみんないろんな組織あると思うけど、これから動くと思うよ、これからこの。 どうなのかっていうことに関して、ね、これ、だからど、どう<も>、どうなんのかね。そのうち、やっぱり、その、不登校は、その、見過ごすわけいかないってことで、学校行き出すんかね。うん、あーでも、今のところは、やっぱりさ、少数派だからね。これさ、今さ、こういう人がパッて現れたから、うん、え、こんな人もいるんだってな、ね、注目されてて、うん、これ、例えば、100番目とかに、こういうたぼ百100番目のゆたぼんが出ての、<laughs> またかよ注目はされないよね。だろまたかよ、まあ、まあいかがでしろちゃうだろうって言って、逆に、 ああかんあか可能性もるらねこれはでも沖縄の新聞をさ、それをやっぱ好意的に取り上げてたわけじゃん。な沖縄っぽいな,そなそう、それも沖縄っぽいんだけれど、まあ、こんなね、うん、ちょっと活動家的な側面をさ、うん、取り上げてるような気はするんだけど、うん、ただ、その理由は、ユタポンは全然そのいじめとかじゃなかったとしても、 じゃあこれをきっかけにいじめられてる人は、うん、あ学校行かなくても別に強制力ないんだったら行かなくていいやっていう子供が現れてきてるのもこれは事実なのよそのコメント欄とかね,ねこれね俺もすごい言うといいこと言っていいかな、うん、言えるあ、ね、お前にいいことなんて言えんのええ俺にいいことしか言えんだろ俺は <laughs> お前と違って失礼したお前はあんま胸に心いないからねお前は <laughs> 基本的に心そこにあらずだからさお <laughs> 前なんて <laughs> あのな<う>社会に出ること自体全ていじめって っていうものは絶対あるんだよ。いつかは、ね、限界で来ていく、うん。あるんだよ。うん、だからいじめられて免疫をつけることっていうのは、俺ある程度は必要だと思うんだよね。それを我慢する努力っていうかさ、だからこそ弱い人たちの気持ちにも分かんなったりもするし、あ、自分はこうしたらこういう気持ちになるから、私は、俺は守ってあげようとかさ、そういう気持ちになったりもするね。 それがだから根性論ってことでしょその免疫をつけろっていうのが昭和。お前なんですぐ根性論って言うねん。根性論いや,いやいや、禁止いやいや、その免疫。免疫っていうのが昭和の考え方なんだよ。それで苦しんでる子供だって逆にいるんだぜ。親からいじめられたら、そのいじめ返してこいとか。 その免疫のためだから多少いじめられても我慢しろっていう親がいるわけでしょ。お前の理屈はそれだからな。<や>俺は全然それは間違ってると思うよ。いや,い,やいや、分かるよ。それはお前が、俺、今俺が言ってることは100%正しいとは言いません。うん、あの限度もあるよ。いじったりとかすることってあるんだよね。いじめ、いじめとは言わないんだけど、いじったりとかすることはあるんだけど、それはある程度我慢する能力っていうかさ、つけとかんと、社会に出ると大変だなと俺は思うけど。 我慢できなくなった子供の行き場はじゃあどうすんのよ、それでも我慢しろっていうわけ、お前はいや、それは、我慢できない人は、それなりに周りに求めたりとか、興奮してほしいとかさその、だから我慢できなくなった時に学校行かなくていいよっていう話でしょ、うん、今回は。いや、俺、ほな、ぶっちゃけ結論言ったのか、本当、うん、強烈ないじめやってるんだったら、うん、USA、USA はアメリカや <laughs> なんで急に。でで UFO この大事なな場面けちゃったな ああ、ごめん。いいじゃん。ま、こういちゃらけんじゃダメじゃん。俺なんか今ね、急に USA って言ってから、なんか沖縄と、なんかこう、リンクしてんのかなと思った u s SOS、SOS、はい、はい、すいません。わか,かってます。SOS、今わかってた分かってた,分かってたっけど、あえてボケたの。でた,でたいいけど、SOS をこれで、誰かに発信することができれば防げることはあったかもしれんし、うん、それ SOS を出さなかった本人がいけなかったと思うし。えー 俺はそこまで行っちゃうよ。俺はマジで。ここはね。あえて言う。でも、れそれって、SOS、うん、を出さないような、あのー、環境っていうかさ、うん、そういう環境もあるかもしれん。それはもう不,不幸っていうかさ、それも運命だったと思うし。<laughs> 運命俺はそこまで行っちゃうな。いや、あのー、やっぱり林くんは絶対人の親になっちゃいけない人間だわ。<laughs> <laughs> ちゃ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 、ちゃ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 ちちゃちゃちゃね、子供ってさ、すごいさ、ナイーブなのよ。繊細なんだよ、考え方が。うん、いや、そ,そ,それを親に言うことによって、迷惑かけちゃいけないって思う気持ちもわかる。でも、そこはやっぱ勇気を出してほしいと思うんだよね。お前はだからそれを免疫つけろっていう言葉で、うん、子供にその耐えさせようとするわけでしょ耐えんでもいいよ。だから言うときは言わなきゃいけないよ、うん、先生よりはお、親たり、友達になってもいや、だからそれ不登校になったらどうするわけよ、うん。不登校になったら、またそれはそれで考えればいいんでや。 で不登校不登校じゃないと思うんでユタポンと関係あらへんくなってるんやけど、ね、だってユタポンは不登校でいいっていう風に同学年のいいや,いやこうやってふざけてるんだってだからもうだめだ <laughs> なんだだってさこうやっていじめられてもいいんだよこれいじめられてこういうことやるんだったらこれ,これあ これ結論かな。いじめられて、もう俺はもうきついからって言って、親にこうふうに言って、お前も自分の生き方は自分で生きろって感じで、YouTube、y o u t u b r って生き方を選んだんだったら、あ、大した親だなとともし、大したもんだなユ言うンらと思うけど、今回宿題が嫌だっていうくったらないクソみたいな、うんこみたいな理由で、学校辞めて、<laughs> クソみたいな親の元で、あの、ね、お前、お前はさ、自分がさ、いじめる側に今立っちゃってるの分かってる ちゃうねん。これいじめる側じゃないこういったことって。<laughs> お前はいじめる側になってんだよ、もう、<ゃ>とっくに。うん、違うね世の中でそんな甘くないんだって。あの、嫌なこと嫌なもん <laughs> あんねん。こらえりたいとか耐えたりすることなんて山ほどあるねん。結局林くんの話は全部、己のルサンチマンに、<laughs> 結局、自分が不幸だったから、<laughs> もね、何も苦労してない子供を見るとムカついちゃってるだけじゃん。<の> <laughs> いや、そうは思う。苦労なんて、しなくていいならしなくていいと思うんだよ。そういうことです。買う必要はないと。今のユタボンは苦労しなくてもいいっていうことでしょ今の立場。この人が今あかん。ユタボンのあかんところは、完全に親父のロボットになってる。ああ、それはダメだよ、確かに。結局自分が周りがロボットに見えてるって言っとる割に、自分がロボットになってんだよ、親父の。そこなんだよ。ま、そこは問題点は確かに、いや、俺もわかるよ。わかるだろ今めちゃくちゃいいまさみに入ってきてへん <laughs> そうかな。<laughs> あのー、結局今回、ユタボンに関して言うんであれば、うん、本人じゃなくて、親、ユタボン本人は、そんな宿題なんかするっていうのは、ロボットと,と一緒じゃん。みんなと一緒じゃんって言ってるけど、うん、別に宿題なんて屁みたいなもんじゃん。ある意味、賢ければ手抜いて宿題なんか出さんでも、うまくやってけんねん。はっきり言って、小学校なんてもんはな、宿題なんか提出せんのも卒業できんだ。あほちゃうか、お前。 って感じなんだよ。大学じゃねえんだぞ、お前。し、義務教育の中だからな。宿題なんか選んだら選らんでいいね。その精神は別に俺はいいよ。お前もその根性を買うわ、ユタポンくんよ。<laughs> でもな、でもそのな、そう言っや操ってね、ユタポンってそういう子供を操って、ロボットみたいに操って、利用するっていう、親の気持ちはな、もうなんとも俺に理解できへんこれはでもさ、ユタポンだけじゃなくて、うん、明らかに子供を出しに使ってる YouTuber っていっぱいいるわけじゃん。 <で>なんでさ、<め>ユタボンだけこんなに炎上したのかなって、俺不思議なんだよね。だからユタボンはやっぱり、あれじゃないやっぱ学校を宿題嫌だからっていう理由だけでやめたからじゃないこれはでもさ、他の子供を出しに使ってる YouTuber の中でも、子供自身が宿題やりたくねえから、このまま親の言う通りに YouTuber やってりゃいいやって思ってるガキもいるはずだけどな。うんうん、な,なんでさ、あの未成年とかあるかわかるか ?R18 とか R20 とかあるじゃん。うん。うん。なんでかって言ったら、やっぱ子供は、それだけの適応能力が ないからっていうことで ああいう芝居、年齢制限があるわけじゃん。でも実際にはさ、<れ>ユタボンが現れる前から、10歳以下の子供を使って、うん、そのなんかユーチューバーみたいな感じのことをやってる、登録者何百万人っている人たちがいるわけじゃん。うん、いい俺の友達の子供でも俺ーチューバー。YouTuber、なんでそっちは叩かれない、うん、それやっぱ学校行ってればいいってことなのそういうことなんじゃないかな、今のところ。でも、俺それでいいと思うよ、とりあえず。俺はそれすげえもやもやすんだけどさ、ユタボン叩くんだったら、その、そっちの家族も一緒じゃねっていう、子供を出しに使って稼い でもねあの、結局ね、うん、子供が、子供 YouTuber っておるんだよね。いる,いる実際今。いっぱいいるよ。だけど、そういう、そういうことして結局、子供 YouTuber の中でも、競争があるんだよね。うん、あるある。うん。うん。そこで挫折するっていうか、もう今の若い子供って、そういう次元なんだよ。うんうんうん。 だから、まあ、あえてそこに、いい悪いとかなくって、まあ、子供がやりたいことをやらせてあげようっていう親の気持ちもわかるし、うん、それでね、うまくいかなかったらうまくいかなかったでいいし、それでうまくいったらうまくいった人たちもいると思うんだけども、うん、今回の場合は明らかにもう、親のね、の立場とかさ、ちょっとそれはおかしいんじゃないかっていうことで叩かれてるわけであって、 で、別に子供が youtube 始めることに関しては俺全然オッケーだと思うし、それを認める親も全然ありだと思うよ。俺は俺のモヤモヤしてた部分がすげえ顕著になったなと思ったのはさ、うんうん、子供を使って youtube で人儲けしてしたいってやつがめちゃくちゃ。実際には世の中にはいっぱいいてさ。 でこの人たちは炎上商法を使ったから炎上しちゃったけれど、すげえ和やかな動画を撮ってる中でも、実際裏では親子関係が悪かったりする可能性ってめちゃくちゃ多いんだろうなって、やっぱ思っちゃうよね実際、この間、YouTube の処置として、子供全面に出してる YouTube って、コメントが書けなくなったのよ、仕様として。うんはい うわそうなんだね。これは、その YouTube 側が、その、それを危惧してんの。今回の、これみたいな事件がアメリカでもあって、実は、すでに。うん、その、子供を YouTuber として出してるチャンネルが、実はそれが、親が無理やり学校に行かせないで、その虐待をしてたっていう、捕まった例があったのよ。いや、そこまで来ちゃったか。で、そうそう。その例を受けて、 ユーチューブ側がそのように見られるチャンネルは収益化も剥がすし、うん、コメントもあのできないように処置しますっていうのはもう発,表して発表したのよで、実際そうなってるんだけれどだ,、ね、だから今回、ユタポンがそれに該当するんだったらチャンネルバンされる可能性はあるしも,うものすごいあるでしょこれはそれはある、だからそういう意味ではその単純にユーチューバーとして規約を守ってないっていう可能性があるからそこのリスクはあるよ。 そうね、あるね。この間、浅香くんとも話し,しとったさ、あの、アダるそンな感じの動画上げ続けてる子おったじゃん、女の子。あー、なんだっけ、なんとか姫。<laughs> そう。おかず姫。おかず姫。おかず姫もそうなんだけど、 結局なんだろうな、もう炎上覚悟っていうかさ、もう開き直って動画を出してるっていう。まあまあ、あれはもうちょっとね、政治向けかもしれんけれども、うんうん、まあ、あれと一緒であって、これからね、YouTube とかがどういうふうにこうやっていくかは俺は知らんけども、うん、まだ今さ、 途中過程だからさ。まあね。これ今、うん。俺らがね、こうだから、こうしなさいってことは言えないけども、うん、ただ、今回俺疑問に思ったことは言わせてもらうけど、うん、もう、ま、まとめてまとめて。まあ今、ユタボン自身は子供だし頑張ってるから、それはそれでいいと思うし、うん、まあ親に関しては納得がいかないと思うけど、それもしょうがないと思うから、うんうん、あとは世の中が判断することであって、うん、その僕、厚姫もそうなんだけど、 ああいったことを求める人って絶対おるんだって、アダルトなね。俺も嫌いじゃないしね。あの子、あので、<laughs> お前も嫌いじゃないのあれ。いや、じゃなくて、さすがにユタポンとおかず姫を同列に語るのはどうかな <laughs> と思ったんだけど。でも、大人のおもちゃみたいなもんや。いや、だってあっちは少なくても愛されてるわけじゃん。高評価が多いわけじゃん。<laughs> ユタポンはバットマークだらけで別に愛されてもないわけじゃん。<laughs> はっきり言って。いや、でもどうなのかな。あのね、大人か子供の違いだ,だけだと思うで。あれって。結局一緒なんだよ。どこまでは帰省するか、しないかっていうのは、 まあ今後の課題ではあるわな。それはだって、俺ら同行ううじゃなくて、YouTube が決めることだからね。うん、そうだよ。YouTube が決めることだって、別に俺らが決めることじゃないけども、俺らこういった話にちょっと、まあいろいろ話題にさせてもらったけども、うん、まあでも今回こういった話できてよかったんじゃないですか。そういう、まあ YouTube の規約的に、ちょっと危険をはらんでるっていうのは、うん、あの、覚悟しといた方がいいと思うよ、この親子は。 うん、そう思いますわんこれも。ということでね今回はね林くんのイメージがだいぶガタ落ちしたとは思いますけれど、うん、いい全ガタ落ちせえ <laughs> どのしどんちろ俺のイメージなんてイメージなんてクソだわバカ野郎 <laughs>、はい。ということで、えー、以上でで終了です <laughs>、はい、よろしければチャンネル登録お願いします。